これはね、まあしかしバックジャンプで逃げても普通にトマホで追ってくるの怖いっすね。そうですね、何なんすかねマジで。まあもう相打ちになっても全然 OK ですので、ね、恐ろしいですね。さあ恐ろしいですね。さあじゃあこのままね、まあ一旦しこれ B のウィナーズ全部終わったんで、B のねルーザーズは、まあ録画してる台でやってるんで、はい、ちょっと飛ばして C のね、さあ C のウィナーズの C ブロックの普通のね、ところに入っていきましょう。C のウィナーズ1回戦ですね。オールドスタイル、 YUU ガイル、唐揚げ丸、 S ホーク、ユリッチバイソン、武蔵小杉ザンギと、120歳までやる黒いワン、ホンダ、ユーベガ、ベガ、大西 DJ、セオチュンディ。まあだから、オールドスタイルは未来の自分たちってことですよね。そうですね。うん。将来ああなっても、スト2やっていたいよねっていう、感謝の気持ちで。さあ、120歳までやるチームはまさに優勝するんじゃないかと、いうところで。さあ、瀬尾さんがね、出てきましたね。はい。まあ、瀬尾さんが結構、エンジンかかるのが遅いんじゃないかという、そういうことでおそらくね、はいはい、先方で気持ちよくまずね気持ちよく動いてもらってっていうところなのかなと。さあ黒いワンさんとか大西さんは多分あんまりあのエンジンとか関係ないタイプの、まあ、確かにユーベガさんが意外とねエンジンあったなってこの間分かったなるほど、そう意外とあった。さああと YUU もいい動き、いい動きしてますよね。あの YUU の赤はフェラーリの赤、うまい、うまい、うまい、これがオールドスタイルだ。見せましたね今。まあイニシエのね、やっぱ技ですからね。はい。さあサマーはたまらなかった。さあこれは確定で、いや3ヒット、3ヒット、難しいんですけどね、つなげてこれ狙っていきますからね、素晴らしいですね本当。さあこれは上から、中山くんは何もしてない。オールドスタイル楽しそうでいいですね。そうですねいい声出てますよさっきから。さあ画面端に追い詰めた、下段、これもイニシエの技、 ゲージが溜まってしまった。セオチュンリー投げ返す、中キック対決か、上は見ていて、さあめくりに行って、当たる、どうなる、もう一回当たるめくりやりましたね YUU。 サマーをさっき1回目食らったときに、瀬尾さんが上り中段、あ中段やったと思うんですけど、はいはい、中段に、多分踏みつけが出てなくて、サマー食らっちゃってましたね、はいはい、踏みつけ出てれば最悪相打ちなんで、はいはいはい、さあ出てきたのはゆうべが、ここはね。さあしかしこれもめくりで死んでしまうゲームなので、なかなか繊細ではある。うまい、ゆうべがかなり待ちの姿勢ですね、様子見てますよかなり、どこでラッシュを仕掛けようかなって。来た来た、さあしかし逃れて、サマーどっか行っちゃう、何がいいんですかね。いやまあサマーやと思うんですけどね、ただちょっとうまい、仕方ないですよね今のは。わーゆうゆういい動き、わーいい動きしてるぞ、さあ来た、ああ投げ返す、ガードができない、おっと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 。まゆうさん結構思い切りのいいサマーがね、そうですね、あるんで、大会だとちょっと嫌だなっていうタイプですよね。あーサマー溜まってない、おっとゆうべが来た、待ってますね、もう警戒してますよ。さあ押し切って、さあ押し込み押し込みでしたね。
ジャンプ攻撃から近距離中盤の足払いってサマー当たんないですね。あれいいですね、あの連携、ガードしてたら当たるんでしょうけど、さあここでピョン吉、ピョン吉ムサコザンギ、結構ゆうべがさんね、ザンギ戦課題なんで。あ、そうなんですか。はい、まあこれはもう自分の距離を保つことですよね。なるほど、あんまりね得意ではないと思うんで、そう、あのタイミングが合わなかったらあのバックジャンプしたらいいんですよね。あ、下がるスペース、とりあえず下がると。そうです、そうです、で下がるスペースを確保するためになるべく押したいと。そうです、そうです、で、そう、うわー、カメッタが理想的な展開ですか、これは。そうですね、理想的ですね、まあ、そうです、今のタッチ、まあそこにダブラリさえ合わせられなければ。さあピョン吉どうする、ダブラリ2は見てから、あのラリアットがあのやつね、タイミングが合わなかったらバックジャンプ。そうですね、まあ、変に深追いするよりはってことですかね。あ、いいか、今の感じですね。おお、いい反応してるぞ。反応ですね。いや、ゆうべが押し切るか。まあ、ゲージもあるんで1回なら捕まっても大丈夫そう。さあこれは体力ちょっと足りないか、ムサコザンギ捕まってでもね、まあ全然 OK なんです。あーっと確定、おーどっか行っちゃう、あれ密着やったんすよ今、うまい、スクロスクリューで死なない、投げ返す、ゼロ惜しい、あの今のホバー密着で出したらああなるんですよ。なるほど、さあ危なかったゆうべが出てくるのはユリッチのバイソン、ユリッチのバイソンで、もう楽しそうですよ、ね、何に決まってんじゃんみたいな感じでねワイワイやってますけど、はいはいはい、なんか待ってます、待ってますね。おっと、いい動き、タマちゃんに習ったからよっつって死んだ。いきなりピヨった、あのピヨリちょっとエグいですね、あのピヨリはすごいですね。うわー大キック、投げ回りをちょっと外して大キック、大キックですね今の。わあさあかかって、この画面端に押されてる時の今の内角ですね。さあ、きつい、殴れない、浅いぐらいがちょうどいいぞ、大パンで、このね、今のジャンプマジできついっすよ。そうね、今のジャンプだったらあの飛んで、あの垂直大キックなんですよね、もしくはバックジャンプ大キック。さあ、いった、掴めるか、掴めるか、掴めない、あ、逃げた、掴めなかった、掴めればもうゴチゴチではめるしかないぞ。さあ、それでいいホバー、どっか行っちゃう。さあ、まだ分からない、まだ分からないですよね。あ、避けてる、ユーベガのこの避け、あーっと、引っかかって、投げれない、ユリッチのそういうとこ好きよ。あー、上りですね。まあ投げられませんでしたね。投げが通ってたらっていう、投げが通ってたらね、もう投げだけで殺すぐらいの今気持ちでいきましたけどね。さあ、唐揚げ丸さんの S ホークが最後出てくると。あ、死んでますね、すいません、いなか、唐揚げ丸さんが今日いないのかな、これは。あ、そっかそっか、いないんですね、唐揚げ丸さんいないんですね、はいはいはい、3人なんですね、はい、すいません、唐揚げ丸さんがいないので勝者は120歳までやる、投げられませんでしたね、さあ次が中華そばいずる対島次郎会、猪俣さんのお兄さんの方ですね。そうですね、猪俣兄ですね、お兄さんの方と白さん、さん、松津さん、KKY さ ん、 さん、島次郎会が篠丸さんの S サガと島くんの J、 隊長残儀宮健ですね、というところで KKY さんバイソンなんですね。まあダルシム使っててストレスが溜まったらストレス発散用のねバイソンなんで大丈夫です、はい、木曜日練習してました、
溜めたストレスをね存分に出していただきたい。まあしかしさっきの試合見せ場はありましたよね。見せ場はあった YUU さんのね、これ瀬尾さんがねメンタルがやられてなければいいんですけどね、これでね、はい、まあ、仲良しなんで心配です、うん、さあそもの道が呼ばれてますけど、あ、もうこれはもしかして隣の台でイズルと島次郎会をやっていた、そんなことある、そんなことないでしょ。そうですよね、だからイズルと島次郎な気はしますが、 KKY バイソンを見てとんでもないですね。さあえ、そういう組み合わせだっけ。イズルと島次郎終わったんですか。終わった、イズルと島次郎終わってたんだ。あ、すみません、視聴者の皆さんごめんなさい。イズル僕中華そばイズルっていうのはこの猪俣さんの弟さんかな、弟さんがやってる。あ、そうですね、いや弟さんじゃないか、お兄さんか、お兄さんの方がやってるラーメン屋さんですよね。はい、で僕はね、家がこのイズルができた時家が結構近くて、開店当時は何回か食べに行きましたね。でも猪俣さんと全く面識ないんで、ただの普通の客として行きました。はい、美味しかった、美味しかったですよ、とっても。はい、もう全く面識ないんで、はい、さあ今ちょっと準備してるんで、長州さんが横に来て、はい、ラーメンの話ちょっとしました。さあ長州さんはラーメンを食ったらお腹を壊すそうです。でも乾水アレルギーっぽいんで、あ、乾水入ってない麺なら平気なんじゃない、はいはいはい、っていうわけではない。はいはいはい、さあこれはそもの道は、小高商店創造赤浦玉島っていうことなんですけど、どうするんですかね先方は。これまあとりあえず創造さんに行かすんですかね。創造さんのこのやる気の感じ的にはそうですね、うん、そうですねそうですね、そうですね。で今創造さんがなんとなく座ってスタートボタンを押しちゃったから先方バレてだったじゃん、どうすんだよ、そうですよねって、玉島さんがキレてますね。いや、やらかしてくれますね。これ遅延行為ですよ。幼稚園かな。さあ、まあそうだよね。まあまあ。そしてバイソン。さあバイソン。これは悪くないんじゃない。まあまあまあそうですね。うん、さあ KKY バイソン対創造フェイロン。創造さん今日はどうですか。あ、ダメですね。ダメなんですか。ダメなんですか。はい、お手手が。あ、しっかりできてる。あ、できてる。いや、いけてるじゃないですか。ちょっと最初、だいぶ怪しかったですよ、最初のアントビ。はいはいはい。さあ、KKY どこまでいけるか。さあ、ヘッド？おそらく、チームメイト誰も期待してないと思う。かわいそう。KKY さんだって頑張ってんだ。ちゃんと、うまいぞ。うまいぞ。うまいうまいうまい。さあ引っかかってしまうヘッドで、あーっと、あーピヨンナイピヨンナイピヨンナイ、あーっ、ゼロヘッドが出れば勝ち、ヘッドが出ればゼロドットです。ヘッドが出れば勝ちだったのに、ケイケイはさあ次はシロさんのリュースね。いきなりピンチ、シロさんが負けてしまうと残りがケンホーク、しっかり龍拳戦は想像かなりのもんですよ。さあどうだ、ちょっとシロさんの
テイロン戦が竜巻出していく、竜巻出していってさあ、うわーっとドンピシャ、そんなことある、これはあと食らわない。さあ白さんが波動で押していく、内野仕掛けた、内野仕掛けたのか、うまい、ネックから投げて、あと裏表、裏表つないで、あー、繋いだ、昇竜読みのですよね、今真剣だったか、何もしていないのが白竜、この辺りのゲームのうまさ、いやー今の駆け引き熱いですね、飛んで飛んで一気に画面端行きますね、そうですね、さあ中足結構使っていくぞ、さあ待っていて、しっかり表から行く、表から行って、さあまた、わあ、さあ踏ませて、白龍が、うわ大キック、さあ追い払って、さあまだわからないが、まだわからないが、裏表、裏表つないだー、ピオル、ピオルのか、大パンで1回食らって、さらに大パンから血足、血足でしたね今、あーかなりきつい、さあここはマッツンが行くしかない、さあマッツンさんが行く、テイロン剣かなりきついんですが、マッツンはどこまでできるか、5パンで止めて、5パンで止めて、しかしこのモードかなりきつい、波動で打つしかないんですよね、はいはいはい、波動で押すしかないのに波動が弱い、さあいい足払い、あーっと出ない、ちょっと想像のお釣りが安かったところでね、読み合いの回数が増えてしまった、あーコッパー振ってるのに竜巻で逃げていくが、いやもう終わった、早すぎる、レッカー2回入っただけ、2回入っただけですよね、うわいった、埋めていくのか想像、さあきついきつい、さあダウンさせて、マッツンのこのうまさ、あーあー内野手薄かったところに、でっか鳥かごがね成立しないっていうのがまあ厳しいところですよね、さあイノマホーク、さあイノマホーク見せてくれ俺たちに、あの猪俣ホークですからね、さあきついがどうなんだ、うわできるか、うわできる、できる、さあちょっと近かっためくりは高い高い高い、逃げる、逃げてリードはホーク、さあうまい、これねリードされて画面端に引きこもってるホークにダメージ取りに行くの結構難しい、ね、なるほど、バックジャンプコパンがとにかく強くて、はい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 、うわぁ手前落ちしたが食らってます、上からゲージがあるぞ、あはは歩いたところにガードガードしている、確定歩き、わぁ歩き、さあこれはおーっとっとさあここは拾っていった、ここは拾っていった、まあ次ブランカでしょうね、あーブランカですねやっぱり、さあ赤ブラ、ブランカを倒せたらだいぶ熱いですよ、熱いですよね、残りがブランカガイルバイソンなんで全然ある、確かに厳しいのはこのブランカ、とにかく赤村さんかなり硬いんだね、はい、あー打ち OK、 確定ですよね、うわーしっかり待ってるぞ、しっかり待っていて、これは厳しい、うわーでもゼロだって、ゼロ避けてわかんねー、あー潰れた、あー潰
出ましたね。いやね、バックジャンプあれ、画面上のバックジャンプ返すの本当無理です。さあしっかりアントニーから削る、バックジャンプで距離を取って、これはあーっと引っかかって、さあしっかりバチカでピヨった、キャラサでしっかり、さあしっかりキャラサカバーしましたね。仕事はした。さあこれで、今おそらく、あーそうですね、オールドスタイルと、フォーソードメン、ヒロシ、マキリ、グリブラ、コテがねおそらくやっていて、大西対マキリを多分今やってますね。そうですね、はい、でこれの勝った方がソモノミチと戦うというところで、はい、今勝ったのはどこどこソモノミチ、どこ状態、今2番、どこまで伸びるかちょっと、いやいい、もうそれ当てりながら外して一時的にやってる、オーケー。さあ、ちょっと皆さんしゃがんでください、しゃがんでください。あ、今ねバイソンは、さあこれは大西 DJ が勝っていて、さあこのホンダを出さざると得ないということはおそらくこれ大将でしょうね。そうですね、はい、おそらくピロシのホンダが大西さんに出るということはもう大将でしょうね。 B のルーザーズあそこが抜けたら、インモラリスト、 B のルーザーズはインモラリストが抜けたということですね、はい、ありがとうございます。反省会負けちゃったんですね。まあ相性はいいって言ってましたからね、焼き鳥さんが。さあじゃあこの吉尾さんが好きそうなやつ喋ってください。はい、視聴者の皆さんすいません、あのハンドカメラで筐体2の方を映しますんで、大西 DJ 対ピロシホンダですね。これ120歳までやると放送止めですね。さあリードは大西 DJ、 勝ったのは大西 DJ、さあ勝ったのは120歳までやる。このこれチュンリー DJ ホンダユーベラってのはかなりチュンリー DJ ホンダユーベラこれかなり貸したがってるでしょ。そうですね、相当貸したいですよね。いやホンダと DJ を組み合わせる人は大体貸したいんですよ、はい。まあちょっとあれですもんね、このチーム戦でなんか鉄則になりつつありますもんね。チーム戦でホンダ DJ は相当貸したい、貸したかい出てる相当、しかもこの2名だからね、この2名をやっぱ入れるのは相当貸したかってますね。大阪チーム戦とかやんないやんない、食べるだけあれ結構なんか皆さんも楽しんで、関東であれを一番楽しんでるんだよ、みんな。さあ、そうですね、コタカだって完璧だったら4ターン絶対できるからね。はいはい、いやー言うてね、まあ、DJ はかなり得意味なんですけど、セオチュンリーなんか結構ボコボコされてるんで、そうですね、セオはコタカに勝てないって言ってた、そんなバカな
まあ、でも組み合わせ的にはかなり面白いですよね、うん、蜘蛛の道対120歳までやるは。まあ今お互い作戦練ってますね。まあなんか蜘蛛の道のスフェイヒーローぐらいしか分かんない、うん、それに誰を被せるかってことか。こんなか DJ だろうね。まあでもキャラ的にも確かにキャラ的にもコタカ後ろに下がるんじゃないですかね。うん、そうだね、コタカ出すまでどれだけ減らせられるか。そうですね、ユーベガに赤ブラを被せられる。はいはいはい、確かに。さあ今隣に長州さんが解説をしてくれてますね。見どころそうか、玉島さんもいいのか。これ結構やっぱお互いキャラ自由っすね、うん、まあ、想像以外はみんなかなり想像なんだかんだでうまいからね。別の格芸自体はかなり勝負感は全然消えてない。全然決まんねえよ。いくらなんでも長すぎない。さあ始まりましたよ、蜘蛛の120歳までやりたい蜘蛛の道。さあ先方は、先方は誰だ。本当に DJ と小高か。小高と大西 DJ ですね。いや、ちょっと意外でしたねこれ。これは意外ですね。かなりお互い平らすがり、はい、この組み合わせ自体は多分避けたいと思ってたと思いますね。やはり DJ 戦相当定評があるんですね。ですよね、はい、今のところお互い打ちミスないですよね。ただ大西君は独特のパワーがあるんで、はいはいはい、大会では全然あれですよね。さあ、おっと投げ返し、投げ返しアッパーにした。アッパーでしたね。さあスライディング刺さって投げてサーバーを出す、サーバー出していく。おっとこれはやってしまった。投げ返し、投げ返し、わからない。くぐって食らいながらもスライディング投げ返す、投げ。さあこれはどうだ。1ドットガイルが角出るぞ。熱いっすね。いやこれは勝ってないですね。タイムオーバー、あ、ドロー、タイムオーバーか、すいません、ドローです。開幕ソバットはああいう捨てれますね、スライディングには勝てる。はい、1ラウンド目からすごいことになりましたね。さあ意地の張り合いのこの距離、スタブが刺さる。お互い前になる選択と選択した。さあ体力リードガイドなので、おっとここで飛んでくる。サバーで割り込んで、割り込んであの距離だとソニックに入るんですね。そうですね、飛んでいく、飛ぶ。さあこれはもうガイルでしょう。ガイルですよね、うん、まあ、飛んでいったところを待つって感じですもんね。さあ、IH スタート。さあ、IH スタートで今度は音。さあ、すでに台足。さあ、これは1回すかしてガイルペースになりました。さあ、ガイルがリード。画面端には来てるので一発引っ掛けたらですよね。今引っ掛けたのでかなり辛いが、すでに打っていく。さあ、手がかり当たって、さあ中足置いて、うまい。さあ出さして、さあ大西ここで我慢を入れる。さあしっかり今回もガイルがリード、リードした方が露骨に有利になるこの組み合わせ。さあ勝ちゃったぞ、前ジャンプが噛み合った。さあ見てから打つのかどうだ。さあパー、おっと見たくなったか、垂直してから、さあ宮島が刺さる、ほぼほぼ体力ほぼほぼ打ち合って、打ち合って、いついく、いついく、スタブ
アッパーを潰れた。アッパーが潰れた。いやすごいっすね。ジャンプチューパンですね。今チューパンですね。ジャンプチューパンが潰しましたね。さあ次は想像フェイロン。想像フェイロン。さあフェイロンだがいけるかどうだ。ですね。さあフェイント混ぜてエアスラ打つのでなかなかいけない。さあしっかりと打たないという選択肢。そうですね。キャラさをしっかり生かしていく大西 DJ。さあエアスラが刺さる。めくりがガードしたが、さあ支援割り込む。さあちょっと早いか。ガルセンが中足置いていく。2回目デッカケンが潰れる。さあ赤ブラも出せないのでタマちゃんが行くしかないでしょう。タマちゃんかな。さあ玉島バイソンですね。マイタップしてくれ。投げたのオルシー。アイチが取れない。一回下がってから突っ込む。突っ込んでダウンして、さあツーカーブ。タマちゃんっぽい。もう一回もう一発いく。重ねてから投げる。下段を混ぜてこのダメージ。さあどうだ。投げたのは大西。最初から投げるつもり。さあバイソンが止まらない。溜まって状況はバイソン有利か。さあ打っていく。アッパーにして、おお、ジャックいく。ジャック行きますか。さあ勝負強さが出る大西。ロキッとナイパーが刺さる。見てからジャック。さあめくりガードした。ここもガード。ハンパチ。さあ飛ぶがどうだ。さあ繋がってはないが、ただ刺さる。さあしっかり出してきた。まだ知らない。下段じゃ入る。素晴らしい。大西 DJ 2立て3立て。3立てです。3立てです。最初は赤ブラ。さあ音これはかなり絶望的な組み合わせですが、こんなも残ってりゃシュンリーも残ってますね。投げちゃいました。さあランドス画面端まで来てる。このダメージをいくら取っても DJ 側は何でもいいっていうね。何でもいいのがやっぱりきつい。対してブランカは一つ一つ完全に呼び切らないと攻撃を当てられませんが、さあ DJ 何でもいい。投げ返しにソバットを使っていく。投げて終わってしまう。終わってしまった。大西が4立て。120歳まである。
さて、ここのじゃあブロックは一旦120歳までが抜け確定ですかね。そうですね、はい、はい、さあではルーザーズをやっていい、うん、今ちょっとあれですね、さあ D ブロックはさあ配信台では D ブロック、まあ、ウィナーズ1回戦からですね、ガムシャラジャパン対、難病と戦うゲーマーを救いたいからです、はい、ガムジャパはトーコンチュンリー、ラウールリュウ、ハジ DJ、ミルキーベガ、そして難病と戦うゲーマーを救いたいは小立正雄ベガ、カメラやキャミー、ヌコサムライガイル、ウミネコダルシム。つうかガムシャラジャパンなんか新メンバー入ってますけど、あのなんか一人大阪が、なんかあの一人大阪が、あの変な勧誘に巻き込んだのにちゃんと注意してくださいね、はいはい、あれで、結構ねさっきあのいろいろねオロナインさんからめっちゃ面白い話いっぱい聞きましたね。まあ、ちょっとね聞いた話ここで言ったらなんか許可もらってないんで怒られたら嫌なんで言いません。いやマジでこん前のその飲み会の話はもうやばかった、やばいぐらい面白かったですね。それはまだまあでもまああのこんなこと言ってますけど、まあ総合的には我々みんなしげる好きですから。あ、そうですね、みんなしげる総合的にはしげる好き、しげる好きなんですけど、なんかこう事情知らない人に勝手に話しかけて勝手に勧誘されるのもちょっと困るというね、あ、まあそういうようなシゲロさん自信らしいですよ。あ、そうなんですか。さあ、Dブロックウィナーズ始めます。あれ、これあれですか、伝説のカメラさんキャミーですか。さあ、カメラやキャミー対マサオベガ、あ、マサオベガ、すごい、ミルキーベガじゃないですかね、ミルキーベガですね、ごめんなさい。これちょっとあんまり地上戦とかじゃない組み合わせなんで、まああれですかね、とりあえずベガはもうもう完全に歩きで死ぬって感じですよね。ですよね。でもあのフリなんてこの舞台引っかかんだけど、そうですそうです、でまあ逃げれる、はい、これ一発突っ込んだところにキャミーがまあビタで垂直衝撃してやってたんですよね。なんかこれ機動力とその確定のあのリターンの差 で、 あ、そうです、ね、どうしてもベガかなっていう気はしますよね。はい、キャビーがまとわりつけてきたって言ったら、そうまとわりつけないですからね、はい、ブランコで。もうこのミルキーは割とこの結構紫色タイプというか、そうですね、距離を取って戦うタイプなので、まあ、なんともキャビーとしたらあれですよね、ベガを画面端でダウンさせて、まあ、乗っかりに行きたいんですよね。はいはいはい、ダウン取るってどうやってもうあのカニとカニにあのあの、ね、キャノンぶっ放すとかですね、まだ、まあまあ、中足頑張って入れて、そうですそうです、ね、はい、そうですね、今の感じですね、キャミは。しかしちょっと判断をミスってしまって投げたのはベガといったところですね。でベガはこうやって下がって下がって、
無理はしない。そう、これがまあ最低の落ち着きですね。で、確定です、今のは結構入るんですよね。そうですね、入るんだね。まあ、ジャックスパイラルのドセンターやったら反撃はないですね、ベガ側は。だ毎回ドセンターで狙えるかって言ったら、そうですね、はい、確かにその通りなんです。さあ次は猫サムライのガイル。まあそうですね、ここはガイルを出して、ガイルを出してでもあれか、まあ何種類かガイルかってことでしたね、はい。ジェラガイルのレキリがかなり疑惑ですからね。確かにかなり疑惑なんで、長いが結構分かりづらいですね。投げる、受け身がないときついぞ。そしてもう中足してピョッている。さあ、あっという間にミルキーベガが見立て、さてと次はさあ、ダルシムでいくのかベガか。ベガベガ友達マサオベガ。さあこれはね、はい、なかなか今日ベガの動画が発生してますこれほんとね、ベガ使いですよ。めっちゃ嫌ですね。嫌ですねこれは。さあこれでミルキーを前飛べる。そうですね、また前飛んで壊し、ジャグダブルに。さあ投げを返してますね。投げてで押して押して、さあもう無理しないと。もう無理です、ね、そうですね、中中まで行ってダブル出すと相打ち取られちゃう。そうなんです、あるので。さあもっと前ジャンプ中か。さあ下段が刺さってる、ジャック落中ダブルに。もうこれで最後ダルシムですね。さあ、ベガダルシムはバッダルシムいけるんですけど、ベガもワンチャンで殺してるとね。まあそうですね。さあこの後の投げが絶対強います。なぜか知らないから絶対強います。まあ9割になるんですけどね。ダルシムは結構怖いんですよね。で、まあ、下段を食らっても強いので、そうですね、非常に難しいところです。さあ下段が入っている、もう一回行く。さあ差し込んで、元投げたぞ。さあ投げる、もう一回行くよ。だがどうだ。さあこれは削り確定。確定でもないか、一応テレポール。まあそうですね、はい。まあでも立ちショーパンチ置いたところにあれすれ、今ダブル2が刺さりましたね。はい、さあまず最初の試合はガムシャのジャパンの勝ちという勝ちになりました。その次はどうでしょう、ヘイゼさあ次は、あれ 今やってない？今やってる気がしますね。ちょっとどこかわからん、ちょっと。さあ
配信台では、南極2号対当日枠ユーズル DJ クサチュンリーシャルバイソン A4 ブランカ対、ウネガイル歌舞伎くんバイソンセロファンザンギシュー DJ ということで、さあ、割とシャルユーズルさあ A4 は割と仲良しかついいところで集めましたね。まあ、そうですね。これはなかなかチーム仲良さそうです。はいはい、さあ実はもう歌舞伎くんと、セロファーは立川勢で、ふねくんも元立川勢なので、はいはい、なかなかこれもチームワークはありそうです。はいはいはい、さあごちり合っている。さあごちり合っているがここで打撃を選択。ちょうどバイソンはなんかね、暴れが速くて、うん、あれでちょうど暴れ通してますね。確かに確かに。しかしこれね、先方でバイソン、バイソンはちょっと4名でしたね。 おっと投げ返した。おしかしと歌舞伎くんが1本、さあ歌舞伎くん1本取ったぞ。さあやっていくやっていく。シャルバイソンが今度は一発かけていくか。どうだ。さあお互いこちり合ったので打撃多めになってきました。下段が刺され、下段減る。かなり中は下段になりませんが、台は下段になりますね。台は下段になりますからね、絶対。台は下段です。さあ、歌舞伎くんもかなりやる気あるプレイヤーなので、おっと、しゃがみ台だった。しゃがみぐらいでしたね、今。どうなるか。下段が入る。やって。さあ、暴れ潰したが、ここはガードシール。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 おー、ダッシュストレート。これはかなりでかいですね。これでかいですよね。同キャラ戦制しましたんで、さあ DJ で行くのかな。チュンリーじゃないですか。チュンリーか。あ、さすがチュンリーで行きますね。さあ飛んでいく。裏回り、本田氏、ちょっと、草ちゃん現代っぽいよ。現代。何、ストツっぽくないことしてんの。思うてるわ。何してんの。さあ、気候モード。さあ、ちょっと、あ、いっちゃってますね。そうですね。あ、見てから、テンション、これはかなり。これはかなり切りましたね、今ね、流れをね。そうですね。流れを切りました。これはかなり、ゲームが止まったという難しい。おっと、ベット出して、ヘッドでめくり、あー、失敗した。ガード間に合ってる、ガード間に合ったか。まだまだいける。さあ、チュンリー、ためにいくか。さあ、百裂読み。百裂読みですね。百裂読み。いや、ちょっと歌舞伎すごいじゃないですか。ねえ、うん、さあ、ダウンだ、ないですか、今のこっちして。ダウンを取れることはないですね、今。かなり歌舞伎、チュンリー戦の仕掛けるポイントが増えしてきますね。めくりー。さあ、ここでさあ、テンションやり返す。下段が刺さる。ダウンした。歌舞伎くん。さあこれはキャラ的にかなり厳しくなってこれちょっと南極2号が厳しくなってきましたね、うん、いやでも歌舞伎の最後ね、諦めんと最後入れましたね。これ素晴らしいですね。さすがに A4 は出しづらいの で、ね、しかも A4 でも出してもシュー DJ がいますからね。そうですそうです、はい。でユーズル DJ が行きますね。これもし勝っても当然セルファーの感じが ね、 ですよね、出てくるということでしょう。もうヘッド出していく。さあ近づいて溜めてた、溜めてたあれですね、カンパチョを惜しみなく使ってきますね。そうですね、いい大パンチ。さあ飛んでく飛んでく。
今仕込んだか、今仕込んでましたよね。さあ今どうだ、今なんか狙ってったか、さあたまに最初から投げるってあれでな、あれで DJ が投げてるのは最初から投げるってさあ今度は、ね、投げたかったらこうなりますからね。さあいいヘッド、グーつけ、投げ出していく、掴んで、掴んでできるパンチ、ダイヤシーン、さあ体育だが、あっとこれは思っていってしまうか、さあなるほど、相打ちなんですね、立ち中盤だったので投げ返しを狙ったバックダウンでしたが、ね、立ち中盤なので相打ちになりました。さあヘッド逃げ る, ヘッドで逃げる、さあ亀君今日非常に出す動きが、ね、なんか非常に動きがいい、生き生きしてますね。さあここカード今やっている、さあ勝ち、ここで暴れ尽くしてソバットカーニバル、まだあるぞ、とりあえず出したか、出したか、ダイエット、あるか、あるぞこれ、次投げ返す、 DJ は4ボタン、いや最後でもありましたからね、ありましたね、あれちょいさしゃかみ中とか当たった日には確かにやばかったですね、やばかったですよね、うん、さあさあこれはどうでしょう、まあセロファンが出るんだと思いますね、まあ、あそうですね、セロファンですよね、セロファンだけど実はポニムラ信者というね、そうです、さあ出るか、さあ不魔対空エアスラ、やはりこの組み合わせ、ランギが踏み込めればっていうところなんですが、さあ農業ではない、表から行くが外の人を出していく、さあ表でしたよね今、さあ下げ飛び成功しております、うん、これお互いのあのメイン技がギリギリスタルトリー、うん、確かに、いかに踏み込めるかという、はいはいはい、そういう組み合わせになりがちなんですが、さあ流れがちょっと出ていない、やっぱ DJ 距離外してあるんですね、さあお前らのとやっている、めくってめくって、ちょっと面 白, 面白かったか、ここたまらず DJ 逃げる、さああと1回こければ農業終わるぞ、おっと、さあ止めていく、さあ見てから逆に踏み込んできました、まあ、距離的には DJ が決めれるんですかね、まあ、今おーっと、おー開幕弾け、さあ大ヒットだからジャック出している、飛んでる、大ヒットが刺さって、あーっと安全型の失敗、失敗した、失敗して、さあビードだー、ダイエットさあ大将 A4 です、大将 A4、いやダイエットですかせましたね、確かにダイエットでジャック相当してきますよね、 DJ の正解としては、まあ、対空エアスラやったんですかね今、さあゆずると草ちゃんが次のなすりつけ合いをしております、さあ A4 ブランカー、さあしかし残機戦は自信力 A4 ブランカー、なんだこれは新しい読み合いしてるじゃん、これを確定で削って、さあ一応立ち側にはブランカツラがいるので、残機戦ちょっとブランカ戦もやってると思いますが、そうですね、ダッシュ、さあいいんでしまった、この空対空、この空対空が出るかどうかですよね、そうですね、まあ、あれが一番減りますもんね、さあしっかりパーチから待っている、削って、さあリバランが刺さる、直ジャンプだけしか強いので中期も強いですね、うん、さあ待って、待ち重ねる、おー、歩いたらあれなんですよね、ラリアット当たらないんですよね、あ、そうなの、あの、おそらくなんですけど、そのラリアットの判定があの、なんて言ったんですかね、これ
確かにだからブランカって歩いた時に下方向のやられ判定が、そうなんです、はい、上は意外と、そうなんです、そうへえ。さあ当然 DJ が出てきましたよと。さあしかしこちらはサブキャラなのでやれる、ブランカがやれる可能性は十分にあるんですが、こう早めに画面差しに引きこもってしゃがみ中盤で振っていればなんとかなるわけですが、確かにそれぐらいのキャラだ。おーすげえ、噛んで噛んで、そこはガード投げ返した、投げ返した、空対空、空対空、うまい。さあしかし刺さるぞ、ジャックが間に合っている、ジャックが間に合いましたね今ね。裏回り、裏回り、ボンボンボン、さすがにこれはきつい。歩き歩き神、山中気合入ってんぞ、山中気合が入ってる、今のは気合です。表だよ、しかも噛む、噛む、おー山中、山中やりますね。三段じゃなくてあれですもんね、紙に行きましたもんね、紙に行きましたね。相当これも怒りゲージありますからね。いやこれは怒りゲージありますよ。さあちょっと隣で面白いこと言ってますがさあ、大将は腕がいる、腕がいる、これは腕がいる。チームメイトの頑張りを見れば勝ちたいが、いかんせん A4 はブランカ、この間ガイル戦をめちゃくちゃやり込んだ。さあ差し込め、スタブをやってこないと見て砂を打ってきました。今のしゃがみ強パンチあれですね、当たんなかったら少し効いてますね。確かに、投げ返し、まだわからない。さあさあ電気でめくりが分からん、よーコンボ精度が勝っちょるいやー感情いただきました吉野さんから。今のコンボ精度やばいでしょ、やばいですね、あれ一番つながんないやつだからあれ一番つながんないやつだからいや勝ったのは南極2号山中やりましたね。コンボ精度大事だからコンボ精度がねマジで艦長やった今コンボ精度がマジ艦長さんやった。ブランカ使ってんだからコンボができなかったらもうね、まあ、確かに今ね視聴者の皆さん、吉尾さんがあのギーさんに熱弁してたんですよねあ、分かりました、分かりました、はい、どうすか調子は。ダメ。さあ、はい。ちょっと連戦になって、配信台では四街道メッセ。102対南極2号。いやこれはねでもかなり地元を愛した、そうですね、かたやっぱユーゼル A4 草ってのはその北関東組で、北関東組で、そういえば茨城北部と栃木なんですよね、はいはいはい、でかつては栃木のなんて言ってたかな、なんだっけすみません、始まりました。もう片っぽはやっぱりその、ね、北海道メッセージでね、はい、今はなお互いさ今なき下船に集まってて、すごいもう20歳間としてはやり合ってきた者同士ですね、はいはいはい、さあ先方は学山ザンギ、さあ草チュンリー、今やねもうトップロックで終わってますからね、そうですね、
ガクザンことストマクモミヨですからね。さあなんで今回ガクザンで出たかっていうと、やっぱり当時のね、当時のね、当時のプレイヤーネームを再現して、うん、やるという形です。さあしかししっかりピオル草の気候圏が冷たく立ちはだかる。さあどうする、さあどうぞ、さあ飛ぶ、さあ飛ぶ、ここはスクリーン入らずだが冷静にガクザンがガード上手いしね、冷静に画面端に向かってここの距離、ここの距離いい距離ですよ今、いい距離っている対して勝ってるぞ、飛んでる、飛んでるがバックジャップ上手い、上手い、ここでガードをしている蹴られなかったが、おー足中キック、そこで差し返した、ダブラリ、ダブラリ、飛ぶガクザン、ガクザンすごい、我慢と気合い、そうですね、レンキャンジャンプだったのかな今、そうです、すいません、鶴巻です、ありがとうございます、冷静で鶴巻です、飛んで、どうだ、バランスクリア入らない、ちゃんと見ながら回っている、さあどうだ、どうだ、さあテンションが出る、出る、スタちゃんのテンションは確かに精度がいい、飛ぶ飛ぶ、ここまでさあダウンして、ダブラリミスってしまったか、まだいけるか、さあ丁寧に駆け抜いしながら、さあスクリーン、やったー、大飛行が来た、さあ先方はキサちゃんが勝って、トレピーですね、トレピーですね、もうなんか分かったように言ってましたね、そうですね、まあ今は中野キャミで売れてますけど、まあ当時の名前でトネガで出てますね、当時は剣使いでしたさあフーリが当たって、さあフーリが当たったな、メイクリーが入っている、入ってキャノンスパイク、オープンスキャノンは当たりました、なげる、トネピーやりますね、今の奥らせキャノンとか熱かったですけどね、だいぶ熱かったです、確かに、さあさあさあ正面のカード、飛ぶ、さあ見てから飛んだ、投げてもう一回フリガン投げ返した、さあ無理はせず、チュンリーは無理せなくて優勝で、さあ飛んで投げたのはチュンリー、ちょっとずつ画面端に向かっていくが、どうだ、踏んでしまう、さあ空中で OK、 超パンで返す、ここはフーリガン通じず、さあ最後勝負、反応がいい、タイトルが高い、表投げて、タクレット暴れ、タクレット飛んでいく、さあスパイク当たる、キャノンガード、タチューキック、ブーリガンが当たらないが、歩き投げガムったぞここで、さあ沼さんでいくか、Gケンでいくか、どうだろうな、剣ですね、剣ですね、いい剣が効きますね、ああこれもね、まあ、剣が激烈ですもんね、剣が激烈ですね、もうこれも波動拳を打ち続けないといけないんですが、さあ撃ってますね、飛んでいく、飛んでいく、さあ無理しない、無理しない、さあ見てから、あ見てから、ジャックで愛しても OK ですね、そうですね、さあちょっとガブリも入れる、ちょっともう生き生きできますもんね、もうあとは
が最初にガブってあとは冷静だったんですよね。現在の実際さあ歩き今の踏み込みが熱い、今の踏み込みがすごい、飛んでいく波動拳を打つ、まだわからないぞ、まだ打つ、まだ打つ、打ちまくっていけばまだわからないが、強気の波動、強気の波動、強気の波動、これは波動の強気、じゃあかくったかくったか、いやでも強気で押していったのは、ね、今の波動拳良かったですね、今の波動拳良かった、まあでも剣としては絶対ね必須ですよね、あれがチュンリンに勝とうと思ったら、あーちょっと勝てないですね。さあここで大将沼バイソン、さあ、アイショット、さあ、しかしこのカラキャンテンション本当にうまいね、うまいですね、草ちゃんのカラキャンテンションが本当にうまい、防御力を上げて本当に実力つけましたよね、草キングはね、見事なボールです。さあ、バイソンは食べたい、さあ、しかし沼さんが冷静、が冷静、しっかり空振りを見てからラスト出してきました。さあ、ヘッドしてここは削れるでしょう。さあ 4WD の何ふさわしい、そうですね、 4WD がっちりとした足回りを見せてくれました。さあ打ち、さあ相打ちですね、この百裂パリを見て相打ち取っていく、さあ前に行って、さあ止まった、さあもう一回行くぞ、さあ沼さんが冷静だな、ロントン来るぞ、おーおー、ゲージパンチ、マジでマジで、すげえな、さあゲージがあるので、あるのでチュンリーも、おっと林、あー今出てましたよ、逆に出れば、ね、逆に出ればというところ、やめて飛行機打った、これはいい判断、さあゲージを貯める沼バイソンだが、どうだろう、先にチュンリー貯めさせたくない、ゲージをどうだ、貯めたいが、さあ踏んでしまう、これはかなり痛い、大事投げる、投げるガムった、ガムったさあ、サチュンリの4立て、さあ、勝ったのは南極2号、これ、こっち勝ったのね、さあ、今は隣の台でちょっとやってますね、はい、さあ2番筐体移します、さあガムシャラジャパンが、ガムジャパが勝ったみたいですね、ガムジャパ対これバルログだったんですかね、今近藤さんですかね、はい、うん、ってことはこの平成じゃなくてガムジャパと、南極2号ですかね、そうですね、うん、はい、いやこれ端 DJ いるから A4 といえどもって感じですね、まあそうですね、はい、ってことはこれ草チュンリーが相当頑張んないと、ね、DJ 倒さないとということで、これうまくチームワークでが出せるかというとこですかね、
ちょっとコメント開いましょうか、小物道の試合終了後に告知で出てくるおじさん強いまあ確かに今その通り強かったですね激おこ山中マン、あ、激おこマン山中、まあ確かにあれも怒りゲージがすごかったですね。まあ最後のあの4段あれですよね、覇王丸で言ったらあの大切りきたようなもんですよねあれは良かったです ね気持ちこもってました ねやっぱりね、みんなあの気持ちのこもったプレー見ると感動するんで、やっぱね、大会の特にチーム戦はやっぱ気持ち出やすいんでね、そこをやっぱ皆さんね見ていきたいですね。さあ配信台はがむしゃらジャパン対南極2号、さあさあまだそうですね、ちょっとまだ先方を悩ましいというところだと思いますね。ちょっと並んでるのかな。いや結構これ難しいですよ。チュンリーいて、あの、まあ、ラウルソンの竜とかいますからね、はい、うーん、なかなかお互いキラーコンテンツになりづらい組み合わせばっかり、 DJ とチュンリーは被ってますね。そうですね、やっぱなんか相手に DJ、チュンリー、ブランカとかいると、やっぱりこう竜のこう万能さがいきますね。そうですね、はい、さあ始まりました、ガムシャラジャパン対南極2号。さあ先方はミルキーベガ対シャルバイソン、はい、なかなか どうでしょうね、どっちが良かったと見るべき難しいところですね。さあまず掴むはシャルバイソン、下段を入れていく、さあ正面おっと、割とサイコマジックに持ってきそうな感じでしたが、ダメリーが刺さる、食らっている、食らっている、これは痛い、これは痛い、中足ダブルティー、おそらく今刺さるクレイジーが出なかったんですかね、まさクレイジーをやったんだと思います。さあ投げたのはベガで、割とまとわりつくか下がるかどっちかとかですね、かなりやり方を決めている模様。投げたのはビルキーベガ、うおー、そんなことある、下段が刺さる、歩き投げは通さない、シャルバイソン、どうだ、逃げてヘッドプレス、下段が刺さる、あ、正面、あら、食ってるしゃがみ中継、よし、さあバイソンをどうするか、ベガか、ベガをどうするか、どうするですね、先に A4 はやっぱ出しづらいですかね、出しづらいですね、 DJ で行くでしょう、DJ で行くでしょう、ただこれ恥 DJ 出して倒せばいいんじゃないんで、そうですね、やっぱ草チュンをそこに持っていきたい考え方ですよね。さあ見ましょう、はい、スピードが速いステージなのでお互い一瞬で死にますよね、はい、この組み合わせは。さあガードショット、
なんかベルもなんか中大大とか叩いたら一緒にしますね。あの DJ ももちろんベガさんも DJ にめくられるはすぐ死ぬので、まあ、そうします。うん、ですね、これベガの前詰めるのが大変なんですよね。そうですね、前に出るかエアスが見てからヘッドプレスって、はい、かなり距離厳しいですけど、そこで立ち回るかっていう感じですね。はい、それ今のバックジャンプは見てから中サイド。なるほど、そんなのがあるんですね。あのバックジャンプショーパーチの着地ドンピシャガードさせるって感じですね。あ、ガードは精一杯って感じ。はい、投げるこのバックジャンプ的な大キック、ジャックで待って、バッカーに拾ってさあ、キャラさを出していった。さあ、草準備、ごめんなさい、すみません、カモシアラジャパン、東高さんですね。さあ、大将が先に出てきましたよと。さあ、ガムジャパンのキャプテンが開幕からかぶった。さあ、ガブリすぎ、ガブリすぎだが、どうだ、スピバで逃げる。あの中足だったらソバットを出してもね、そうですね、ガードできるっていうのが強いですよね。はい、さあ一旦待って、どうだ、飛んでいく、しかし対空は出ているぞ。さあ対空は難しい。おお、ここはスライディングの力を慣れていきました。どうだ、うまく今回は DJ がリードを取りましたね。はい、取りましたね。球の打ち合いを制してうまくゲージも貯めました。しかしここで見てからはチュンリー側に分があるので、ますね、ここは気をつけてはできません。めくりに行くが大キック再空している。ぶっ放されても怖いんだね。そうですね、しかしリードはDJ なのでチュンリーがガムって相打ち。さあガードで、むしろ DJ。 さあこれはバックジャンプショーパンチ。さあ気合が入ってる、気合が入ってますね、気合が入ってる。南極2号が煽っていきますね相手を。さあ飛んだ、さあ飛んだ、もう一回飛ぶ。それでピヨることある。どうだ、もうそばかりも出していく、飛べばなんか2周回って普通に飛んだら普通に飛んだら勝ったって感じでしたね今。2周目があってまあでもね、ユーズル DJ としてはもう行ったるって感じですよね。すごい、なんもないところで飛んでさあ昨日の激闘を制したラウル龍。さあラウル、これは止めないとまずいですね。大空昇龍、昇龍仕込みつつ画面を離す。さあまだゲージがない、昇龍で溜めて、大足、いい位置でしたね。さあ真空出して、これはおっ、2ヒットで死にましたね。2ヒットで死にましたね。今2ヒットして昇龍だったって言ったんですけど、そうですね、大空昇龍。さあ今度はラウ龍がいい感じ。こうなると龍が先にゲージも溜まるので、溜まりますよね。 DJ としては非常にきつい感じになります。昇龍で避けて、さあ溜まった真空、もうこれは、まあ、追い払えば OK でしょう。さあ我慢するんですね。いや余計なダメージは食らない形。外野手波動で追っ払えれば十分。外野手対応激ムズですが、前を越して逃げる、いいですね、いい判断ですね。外野手波動、これで DJ きついですよね。これは DJ 相当きつい。タッチダイキック、飛んでる。さあしかし今さすら投げたのはユーズル、投げ返した、投げ返した。
さあ刺して、刺して中ボス。さあゲージを溜めたい、下がってスライディングに台足削り OK、 削り OK、 勝利勝利。竜巻ゲージを離す、砂刺さったしゃがみ中パンチ。あのね、結構龍側がああやって綺麗にやろうとすると、あ最後もつれてもつれてアドリカスって DJ 選手ね、本当にあれ龍側が綺麗にやるの難しいよな。さあハジ DJ が出てくる、 DJ 対 DJ、 まあ打ち合いですよね。とにかくさあこうなる前にね行きたかったところでしたが、個人的にハジさんは家庭をやっててちゃんと芸人になってるんですよね。まあ確かに結構特にアイコンだとね結構違っちゃうんですけど、さあカラキャン系のね難しい技術をかなり使いこなす、はい、かなりね、レベルの高い DJ と言っていいんですが、はい、おほ中段なんかどうやら押してます ねさあ逆に龍河が関東は DJ スタイルするので同キャラをやるっていうのはほぼないとは思います。さあ中パンチを止めて、さあ当たる技むしろハジ DJ の方が知ってるというイメージか。あいつ取った、あいつ取ったけどまだまだハジ DJ が有利。さあもう中パンチどんな、しゃがみ中パンチの押し合い。さあ端が踏ん張って、さあ草チュンディですかね。これは A4 に回さず勝ちたいですよ。名前は A4 にしました。あ、A4 かけてきた。あー A4 でいきますね。さあ怒りゲージを溜めた A4、開幕で回しかね、怒りが溜まっている、溜まってますね。掴んでこれはバックジャンプショーパンチをしっかり出す。さあ着地ギリギリの強パンチも気合が入ってますね。そうですね。さあさらに対空をしっかり出したいというところ、おっとしゃがみ強パンチギリギリ、ジャンプ強パンチギリギリ、かなり相手に落後させない、相手に落語させない、相手に落語させない、落語させないね。ジャンプ攻撃を使い分ける A4、 このちょっと早いステージというのも味方してますね。そうですね。さあここで DJ がへばりついて、さあこの画面端の DJ 待って、崩せるか、バシカル行ってんよ、うわー掴んで掴む、大石、大石ガードした。さあしかしこの悪魔のようなしゃがみ中パンチ、歩いて中足、これがねやっぱ泣かされますよね。しゃがみ中キック、さあリジェットが飛びが入る、がしかし待って待っている、また画面端が遠い。さあ追っていって追っていって、じゃがみ中パンチ、中パン強い。さあ草チュンリー、さあこれは大事な大将戦だ、大事な大将戦ですからね、これは大事な大将戦、これでウィナーズが決まる。さあ意地の張り合いの球の打ち合い、どっちが先に仕掛ける、まだいくか、どうだ、ブラップ仕掛けたのは DJ だが食らい投げたのはチュンリー、出したゲッ歩きを止める、振り向きにめくりに振り向き出させた中大、投げる抜き身取ってる、中足やり返した、下段を攻める、しゃがみ中盤、さ
さあもう一発食べるか。だーバイジャンプが踏んでしまう。ジャック逃げ、ジャック逃げ、ジャック逃げ、投げ返した。クラインクーぐらいからの投げ返し、いい判断ですね。素晴らしい判断。割とクーぐらいからの投げ返しは非常にやりやすいありますね。めくりが入る、はい、しかしここは失敗。エアソンやり返す。対空戦です。安いが画面端に追い詰めた。対空難しい。カラキャンテーション、うまい、うまい。カラキャンテーションが本当にうまい。大ショル第1取って、あってコンパン分かってる。立ち中キック第1、今の第1熱いっすね。さあファイナルラウンド、さあファイナルラウンド、アイス取っていった、アイス、はい、行きました。さあ食べていくか、どうだ、飛んでいく、飛んでいって、さあ先に溜まった、先に溜まった。ちょっとため時間準備やったな。ここでもう一回スピード押し、さあ抜けた、弱中、弱中、一回下がる、一回下がって、下がって、集中で取る。さあ、ためにか、止まった、また止まったぞ。冷静でした、冷静でしたね。エザチュンリー、大昇格を果たしました。いやー、熱かったですね。面白い試合でしたね。面白い試合でしたね。今の大将、大将はチーム戦出ましたね。出ましたね。チーム戦が出た。飲み物買ってきます。あ、はいはい。Dブロックのルーザーズのルーザーズ決勝ですね。これをあの配信台で行いますんで、はい。さあコメント開きましょうか。さあこれは小物道有能オーガナイザー草川。ありがとうございます。あのチームソフィアベア、さあ DJ でウールさん止めたのはでかい、まあ、確かに。いやー激アツでしたね本当。まあちょっと今準備してるんで視聴者の皆さんちょっと待ってください。さあ配信台、ルーザーズ、ヘイの地下から来ました対、四街道メステ、ヘイの地下から来ましたは、近藤バルログ、桜井龍、猪俣、弟ホーク、小田健で、四街道メッセはガクザンザンゲーフ、まあ、ストマックモミオですね。で利根川キャミー、まあ、中野キャミーで、ギーケン沼バイソンです。さあ始まりますね。いやいいですね、これも
いやこれ結構俺両方身内だな。あ、そうなんだ。面白い、これ、はいはい、相当面白い。さあ俺もあの私も結構メスまで行ったし、はいはいはい、あと、あの小田くんと猪俣弟って俺一時期から池袋ラスベガスでやってた、はいはい、2人なんで。なるほど。さあ猪俣弟大、これは神ですね。これはかなり読み勝った形ですが、今リードしているのはオークだが、どこだ。一応2回転があるので、そうですね、特に猪俣兄弟は危ないぞ。危ないが逃げていく。さあここでキャミはもう上を見るだけなのかな。そうですね、中攻撃と大パンチもボタンを押さけでしょう。ただ猪俣兄弟ですからね。そうですね、どっからでも2回転、どっかで狙いに行きますからね。いやーこれは当たったことによって気づかって、飛んでいくしっかりコンボ。あーコンボしっかりしてる。ちょっとね、安定のコンボになりましたね。そうですね。さあ器用さだけだったな、兄貴賞と言われる弟。さあ狙いに来ました、狙いに来ました、危ないかもしれない。飛んでくる、バックジャンプ、投げたのはバックキャミ。さあ、あ危ないぞ、これ来たぞ。いやーちょっとキャノン逃げすぎくりじゃない方が良かったんだよ。そうですね、まあまあ仕方ないですよね。さあ勝ったのは利根川キャミ。次は龍ですかね。あ、桜井龍ですね。かなり平によくいる龍使ってますね。さあしかし平はキャミ戦はほとんどできないと思うので、はい、ちょっとキャミ独特の、まあ、エンジェル戦はみんな一緒なんですけど、はい、割とキャミで捕まった時の対象をね、はいはいはい、やっぱりと、はい、一気に持ってかれるかもしれない。さあここでフォーリガン、いい判断、いい判断。さあまたもう一丁、もう一丁すかし投げ狙いですかね。今のでしたね。さあ頭は踏まない。それかなり落ち着いてますよね。そうですね、うん、ちょっとリードされても、さあピョッタファイヤーでピョッチャーやばい。立ちショーキック勝利。さあ前歩いて、このね、まあいつ行ってもいいやっていう、割とそういう落ち着き感はありますね。タミヤで垂直で最も踏みづらいからですからね。さあフーリガン刺さるが、ここからめくりいけないので、もう一回のフーリガンね、当たるとめくりいきますが、さあそこは踏んでしまう。足払いって、さあハードを引き継いだ真空だが、アルプスと諦めない、飛んだしかし投げてゴー上り大キックスカッシュ投げ、露骨にフーリガンミスだか。運がいい、運がいいですね。いやでもね、まあやっぱりやってるのは人間ですからね、やっぱありますよ、ああいうことも絶対に。まあこれがスト2というゲームのまあいいところでもありますよね、やっぱり。さあしかし小田くん出ましたね。あなぜか小田くん出てきた。さあ小田くん、まあかなりの人が実はね小田くんを褒めてます。
ただあまりにもヘイでやってるので、はい、いつもとレバートモさんの調子が違うらしくちょっと苦戦してるという話ですね。ヘイの方なんですか基本は。基本ヘイですね。あ、そうですか。ただしほぼ毎日います。はい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 さあリードはトネピノクタイム。さあ対空スピードだ。タッチキック、差し返していく。さあチアシチアシチアシ、やっぱりクリーンを画面端に背負わせたらあの行動が強いですよ ね。さあ無理はせず先端だけでいきます。さあキャノンスパイクもしっかり出して波動拳で敵がしっかり体育を伸ばさず、さあ目の前で全部潰している。さすが剣を自分で使ってるだけあってうまいですよね。かなり知ってますね。一文字をタッチショーパンチで止めて、タッチチューパンとかショーパンの使い方もそうですね、ちゃんと波動拳続きましたね。さあ大将は近藤バルログ。近藤さんもね、北関東勢なんですが、はい、おそらく仕事の都合かなんかだと思うんですけど、はいはい、割とヘイリーいますね。なるほど。さあチュー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 って呼びました。さあ出た、出すぞ。裏回りや、裏回りや、ガードしている。さあ体力配分を見て、まあ、無理しないって感じですね。バルログはスパラダロ。さあこれはいくぞ、刻んでから投げ て、 でさあ寺待ちしましたが、キャノンスパイク、キャノンスパイク超速出し。さあしっかりと突破してスパラダロ、キャロンスパイク、キャロンが当たりまくる。ここでフーリガン、キャノン、キャノンの使いどころがうまいですね。キャノンが通ればフーリガンが通るみたいな、そうですね、流れになってますね。スパイラーラロ、さあ勝ち合った。さあフーリガン掴んでめくり入る、削りに行ける、めくりいける、トネピ4立て、素晴らしい。いやと、さあちょ、いやトネピーが熱かった。フーリガンミス逆に絶対通るような割とねそのパターンはありますね。あ、今度ね、うん、あハロー紫って来てますね。ハロー、はい、マイク私です、紫です。あ、はい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 、はい、シカゴのあの海外勢のベガ使いですね。そうかトモザベガすげえなあんたここにいるだろあれ帰ったのかな、あ帰ったのかな、ちょっとしてオッケー、はーい。さあルーザーズの決勝ですね。さあガムシャラジャパン対お使いドメッセ、さあ先方はミルキー対ギーケンですね。さあケンベガーまでこれ勝ちたいっすよね、ケンベガね。さあケンベガですね。さあケンがベガをどう寝かせるかでみたいですね。開幕処理。さあスカリにハード当たって、おーっと、ここで三段決めて投げるですよ、ね、まあ投げ返されても通ったことないですよね。剣は今の一文字良かったですね、
さあフリコンを使って押し返せ、さあ波動を組んで、おお爆弾間に合う、勝利を出していくが、ここはプリセです。さあ踏み込みたいが、飛ばしてこかして、波動拳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 、さあここで、ここまで我慢してた、はい、いや今ミルクよく我慢しましたね、我慢しましたね、ほんと、あの波動拳にアイス取れちゃうとかでも逆に面白いポイントですよね、この出掛けの、さあ大反撃出てしまったが、出てしまったが反撃がなかった、今アイストリーたところを切るみたいな、そうですね、いつも以上見合いにしてるので、波動、さあ黙って、これで波動が強くなる、一文字うまい、波動を打って踏ませて勝利、ダイパンで波動、波動よく打った、いや気持ちのこもった波動、気持ちがこもった、今のでも大細工もようわかるんですよね、気持ち、さあここでラウール流、さあ昇竜すかしのしゃがみ中パンチでやってきますね、踏み込んでいく、そして飛んでいくか、しゃい昇竜冷静にね、真空出して、真空出して、しかし地上戦をしていくが、挑戦してます、やはりここ普通に地上戦するだけだとね、どうしても竜にぶら上がりますからね、大空昇竜、今昇竜戦2回からの飛びはちょっとなんか説得力っぽかった、そうですね、いやーこの結構ラウンドこれで、ね、最大が得意なんですよね、そうですね、あーピヨッタ、さあこれは残機の出番というところでしょう、ここで一進一退、さあもみおこ、もみおことガクザンか、いや違うか、 DJ 用に取っておくのか、チュンディもいるので、いやこれはヌマさんですね、ヌマさんが行きますね、ヌマバイソンですね、さあちょっと相手の性格を知ってるような感じですが、中昇竜でいく、中昇竜は結構逆に正解ですよね、はいはいはい、しっかり当てるのと相手の反応を見据え避ける、さあラウルかなり読み合いが当たっている、そうですね、読み当たってますよね、今しかし掴んだ、一回下がってバイソンの前、さあどこでぶっ込まれるか、さあジャック波動をしっかり避けた、一回避けたがどうだ、バイソンは時間が10、7、6、5、4、さあここは届かず、足払い届かなかった、今の当たってたらありますもんね、ありましたか、ね、急に減ることありますね、さあ大足からキャン波動でまずは先手を取ったラウルだが、さあラウルかなり強気ですね、そうですね、勝利が置いてある、勝利置いてある、さあ確定を見せた、今のはスパコン確定だという感じで出したんだと思いますが、さあもみおがくざん、さあどうだ、一応立ち返りのセロファンもいるので残念やってると思うんですが、もみおもかなり流線やってます、そうですね、
本当今のいい狙いでしたね。今のいい狙いでしたが、さあどうだ、しゃがみ中パンチで、しかしまだ分からないか、そうですね、仕込みなり出ずですね。さあここはやってきました、割り込んで、しかしで早い、ちょっと早い、さあ集中、振り込みがいいですね、すかしげでも使いましたが、さあここで大敗、あまり止まらなかったのでここで来ました。おおっと、開幕ジャンからスクリュー、さあ揉んで、じゃあここはファイヤーが出て追いかします、もう一回スクリュー、わーいったいった、いいですね、拮抗してますね、拮抗してますね、ここで、あーさあ闘魂チュンリーキャプテンが、闘魂チュンリーはここで確実に勝たなダメですね、そうですね、さあ闘魂チュンリーは確実に勝たなければいけない、まあ、でももみよも美味しいところではある、そうなんですよ、モビオがかなり美味しいと思っている、来たぞ、あーどんどんどんトーコンさん、トーコンさん、87秒はかなり早い、さあなんとか取り直したですからね、これはおっと、チュンリーさんまで返してきました、回って回って、まあチュンリーはもう無理しなくても大丈夫、ゲージも持ってますからね、タッチ上手いっすね、上手いっすね、さっきからあっと、アイシュダガミチューキック、さあ浮かつの強化となかったっすね、もうこれね、あっとびっくりした、チュンリー様ちょっと早い、もたろー当たらなかった、さあどうだ、どうだ、これはかなりチュンリーペースだ、気候圏で削ってジャンプできないが、アイチ飛んでいく、飛んでいくか、アイチ、さあ削り圏内だが、一度と音はゼロ、カープ垂直上下キック、さあ大将、大将ですね、大将トネピーカミ、大将トネピーはまあ、チュンリーもきついですが、DJ がきついですね。投げたのはトレピ。飛んでいく、飛んでいく。飛んでいく、これはチュンリーが返してる。さあ、フリが刺さって、フリがもう一回歩いていく。大パンチで落としていきました、さあ飛んで食うだけ、マジか、さあフリがもう一回どうだ、中で返している、さあ見ている、さあもう一回テンションもう一回、飛んでいくか、しっかりくぐっている、落としている、非常にきついください、フーリガンを返している、返していく、冷たく立ち回る闘魂、キャノンスパイク、キャノンスパイク、キャノンスパイク、キャノン
ン三連発熱い。すげえだね。キャノンが当たる。クーラーゲー。スパラロン。キャノンが当たる。キャノンが当たる。なげえ。しげった。これは来た。しかしでもまあもういかなあかんところが全部当たりましたね。さあしかしこの DJ はこの DJ キャラさも気づきな人も強い。どうだ、投げる、投げる。ここで冷静に待っている。さすがに、ジャック、逃げた、逃げる。さあ、踏んで避けが失敗。無理が、アクセルスピン。飛んでいく、飛んでいく。下段が入る。もう一回投げ返す。さあ、失敗で歩くが DJ は下がっていく。どうだ、シャーミアのパンチ。冷たい DJ の通常技。キャラさ出ましたね。エアスラ、どうだ、エアスラがやはり来るぐらい。いいぞ、キャビーが近づくか。どうしたらいいか。そばっと混ぜて足払いが打ちづらい。さあ踏まない。しかしどうだ、スラマチ。よくキャノン出しましたよ、ね、出しましたよね。いやー諦めないでほしい。あーフーリガンはバックジャンプしている。バックジャンプ。冷たいこの DJ。 いやーしかしでもトネピーも大健闘しましたね。さあルーザーズの勝ち抜けはダムシャラジャパンで決まりました。置き攻め勝利で分からせていくって、まあ本当その通りですね。